ちは、ようこです。今週は週末に3日間開催です。大万馬券を出すラストチャンスですので頑張りましょうね。今週はまた別に有馬記念に関する2本の動画、有馬記念の予想動画と有馬記念のサイン馬券に関する動画をアップしています。そちらもまたお時間ある時にご覧いただけると嬉しいです。さて今回は24日クリスマスイブの土曜日に阪神競馬場で行われます冬のスーパー G2 第11回阪神カップの予想です。今回も過去10年のデータから気になる馬を探していきます。勝ち馬は意外にも関東馬が7勝して2着も7回と関東馬が頑張りを見せています。また1400m の競争ですが、前走マイル戦の馬が好成績でマイルチャンピオンシップ組が多く馬券に絡んでいます。そしてこのレースは前走重賞組の中でも6着以下の馬がかなり巻き返しており、評価を落としている馬でも注意が必要です。馬券の傾向ですが、1番人気は2勝して2着2回3着1回と良くない成績、一方で7番人気以降が4勝していたり、2桁人気が6回も馬券に絡んでいたりと波乱のレースが連発。3連複が万馬券にならなかったのは昨年だけで、人気馬以外にも目を向けなくてはいけない一戦です。続いては一押しの馬をピックアップ。データからの一押しはロサギガンティアです。なんといってもこのレースは10年間で2連覇が3回もある珍しいレース。昨年後に G1 を勝つ馬たちを押しのけて強い勝ち方を見せたこの馬にだけ連覇のチャンスがあります。その他に強調材料はないのですが、抑えてはおきたい一頭です。私の一押しはマイルチャンピオンシップの上位2頭、イスラボニータとミッキーアイルです。後味の悪い決着になった前走ですが、これまで G1 の上位馬は回避が続いてきましたので、 G1 で上位に食い込んだ2頭はやはりここでは実績上位と見ます。逃げ馬に有利になればミッキーアイル、逃げ馬に不利となってもイスラボニータ、どちらかは馬券に絡むんじゃないかと思って買い目を考えました。それでは買い目です。上位2頭はどちらかは来るだろうと考えていますので、2頭をそれぞれ軸にして臨みたいと思います。相手は波乱も十分に考えられると思ってこのように散らしました。重賞で実績のない馬を押していますが、どこまで通用するか期待したいですね。それでは有馬記念に向けて皆様の馬券が的中しますように、チャンネル登録やコメントで応援をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。